お笑いコンビ爆笑問題の太田光が、妻で所属事務所タイタンの太田光代社長にツイッター禁止を指示し、従わない太田社長との間で夫婦喧嘩が勃発した。太田社長が7日未明、ツイッターで伝えた。午前3時頃、最初に太田社長が、私ね、ツイッターやめようかな。って思うの。アーリン、太田光のこと、にダメって言われてたし、今日もそれで喧嘩になった、と、ツイート。しかしその直後、ネットがいけないっていうアーリンの感覚。私はもうボロボロで、ついていけないわ、と禁止令に背いて次々とツイートした。さらには、私を妻と見るのか、社長と見るのか、ツイッターは私にとって楽しいの。だけどアーリンがめちゃくちゃ、と、夫、光の考えを受け入れられず悩む様子を伝え続けた。そしてついには、アーリンなんか、大っ嫌い。言論統制は家庭の中にあるわ。アーリンのバカ?と夫婦喧嘩に至ったようで、夫への不満を訴えるツイートを次々と吐き出した。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。